あ、マイクテスト、マイクテスト。もうハル、ネクタイ曲がってるよ。苦しい。ねえねえ、お客さんの様子覗いちゃおうよ。あー、もう渚うろうろするなって。ちょっと皆さん、マイク入ってるんですよ。もうそんな時間？みんな席について、じゃあみんな準備はいい？せーの、ご来場の皆さん、劇場版フリータイムレスメドレー絆にようこそ。今日はご来場いただきありがとうございます。こんにちは、みんなに会えて嬉しいよ。よ、久しぶり、元気にしてたか？やっほー、みんな今日はよろしくね。本日はどうぞよろしくお願いします。ほらほら、ハルちゃん、今回の舞台挨拶はちょっと特別なんだよね。みんなに教えてあげなくちゃ。そうか。今回は皆さんも写真撮影ができるフォトセッションを行います。衣装もたくさん用意してもらったんだ。今回はどんな衣装なの？しょっぱなの晴れ舞台って、いや、やっぱりあれだろ。そうです、理論的に考えてあれしかありません。春は岩飛びちゃんの着ぐるみが良かったんだよね。あれは却下だろ。なんでだ？まあ着ぐるみだと誰が誰だかわからないですから。僕も岩飛びちゃんになりたかったな。それはまた今度ね。ではルールの説明に参りましょう。みんな携帯電話やスマートフォンは持ってる？僕たちがこれからポーズを撮るよ。ただし大きなカメラやフラッシュ撮影は周りの皆さんのご迷惑になりますので使用はご遠慮ください。また今回はカメラ撮影のみとなっておりますので動画の撮影は固くお断りいたします。よろしくお願いします。このフォトセッションで撮影した写真は SNS やブログで紹介するのも OK だ。撮った写真を友達とたくさん共有してもらえたら嬉しいな。よし、みんな準備はできたか？せーの、劇場版フリータイムレスメドレー絆、テイクアマークス、レディーゴー。おお、まこちゃんいい笑顔。そうかな。はるちゃん硬いよ、もっともっとスマイルスマイル。スマイル、こうか。微妙だな。お前に言われたくない。んだと？まあまあ、お二人とも。ああ、そろそろ時間だよ。みんな、写真は撮れたかな？終了！ここから先は、撮影機器をしまってね。ではでは、はるちゃん、みんなに一言どうぞ。今日は来てくれてありがとう。俺たちの過ごしたかけがえのない時間を、一緒に楽しんでもらえたら嬉しい。劇場版フリー、タイムレスメドレー絆を、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に鑑賞上の諸注意を僕とレイちゃんがお知らせします。まず携帯電話や音の出る機器の電源はお切りください。通話やメールをしたいときは劇場の外に出てからにしてくださいね。上映中の作品を撮影録音するのは禁止です。僕たちの勇姿はしっかり皆さんの目に焼き付けて素敵な思い出にしてください。みんな前の席を蹴ったりしないように気をつけてね。緊急時には劇場スタッフの誘導に従って冷静な行動に努めましょう。あとすっごく大事、劇場内で水着になるのは禁止だよ。当たり前です。それじゃあみんな、まもなく本編が始まります。来週の舞台挨拶は僕たち岩飛び高校水泳部の4人が登場するよ。また来週お会いしましょう。バイバイ。